はいどうもブラッドです。さあ今日でレンジャーズ戦4連戦最後となります。はい、まずこちらまたライブ配信します。今日が8月1日ですので、明日のさらに日付が変わって明後日の午前0時からもう真夜中ですけれどもやります。朝7時っていうのがトレードデッドラインですね。そこまで皆さんと見届けようかなと思います。エンゼルスもね、噂されてる選手抱えています。シンダガードとかね、大谷選手ももしやと言われています。まあエンゼルスファンじゃなくてもね、メジャーファン、ここはね注目ポイントなんでね、ある意味シーズンで一番ね興奮するポイントかもしれません。よかったら覗いてみてください。よろしくお願いいたします。そしてハーゲットがようやく怪我から復帰します。代わりに昨日先発のシルセスがマイナーに落とされています。今日はウォードがベンチスタート、そしてシエラ大谷選手の 1,2 番コンビ。昨日頭部にデッドボールを受けて退場したゴセリンですけれども、今日もラインナップに入っています。先発ピッチャー期待のデトマーズ、お相手レンジャーズ先発はダニング。さあそれでは試合の結果見ていきましょう。はい、今日の結果はこうなりました。はいはい、負けました。ここ最近と一緒でね、終盤まではいい戦いしつつ9回に崩れてしまいました。惜しいですし非常に残念なんですけれども、ただ僕はねデトマーズがね回答してくれたんで、正直ね結構満足いってます。なかなかねすごい記録も達成しましたしね、もうそれだけでねもう十分です。もうね気づきました、エンゼルスに多くを望むのはちょっと酷かなと。昨日一昨日の振り返り動画でね気づいてる方いるかもしれませんけれども、ここでねはっきり言っときますね、僕の中でもう完全にプレーオフありません。諦めました、終戦。まだねエンゼルスに希望を持っている方いると思いますけれども、ひとまず私ここで脱落とさせていただきます。でももちろんエンゼルスは応援してますし、ただね試合の見方をね変えるってことです。もう勝ち負けにそんなにこだわらない。でもね今日もそうですけど、そうやってちょっとね見方を変えるだけでね、もう気持ちがすんごい楽、もうね諦めてよかったって今思います。僕の中でね勝ち負けにね一喜一憂してるのもねもちろん楽しかったですけどね、真剣勝負してる感があってね、まあ今ねそこから解放されてミスはね、まあ、何やってんだいってなりますけれども、まあ来季に向けて、来季が本当の勝負だと思えばもう今ね思いっきりミスしとけと前向きに取ることができます。だからね数日前とは結構ねもう動画のテイストというかね、僕自身のテイストが変わってますけれども、あまりもう気にしないで、そういうことなんでよろしくお願いいたします。あとプレーオフねなくなったら、まあこの動画ねやめようかなとも言ってたんですけれども、この振り返りはねまだまだ続きます。基本的にはずっと続けますのでね、今期は引き続き皆様よろしくお願いいたします。デトマーズ立ち上がりはちょっと良くなかったですね。まず先頭フォアボールですしね、でランナーの警戒も足りず走られてしまうと。ハイムは三振で良かったんですけれども、ローがねスライダー画面上でもねキュッキュってね曲がってるように見えましたけれども、ここはうまくねロー甘いスライダー捉えましたね。まあズルズルいかなかっただけで立ち上がりはね良かったんじゃないでしょうか。ただすぐ取り返すと大谷選手ね見事でした。今日対大谷選手ね、キャッチャーのハイムもほとんど外一辺倒だったんですけれども、この打った球はねだいぶ中に入ってきたところを捉えてくれましたね。ライト線にスリーベース、そしてレンヒーフォー粘りつつタイムリー、やっぱり当たってますね。初回からタイムリーでランナーを返して本当にね気持ちよかったです。当たりもね気持ちよかったです。クリーンヒットで、まあウォルシュねゲッツーになるんですけれども、でこれ打順がね気になるんですね。シエラってトップバッタータイプじゃないと思うんですけどね、出塁率を稼ぐとかだからね、まああっても1番レンヒーフォー、あるいは大谷選手、まあこの今いるラインナップですとこの2人のどっちかがベストだと思ったんですけどね。まあまあ
勝利にこだわらないから良しとしましょう。そしてこれですね、2回イマキュレートイニング、もう素晴らしい、おめでとうございます。デトマース3者連続3球三振ってことですね。これ今季4人目ですね、ヤンキースのコルテス、そしてアストロズ1試合で2回あったんですね、ルイス・ガルシアとフィル・メイトン、そしてこのデトマーズですね。いやもうね、もちろんもうどの球もね完璧でしたよ。特にカルフーンなんかもスライダー3球かと思えば、次のカルバーソンフォーシーム3球、いやもう気持ちいいね。エンゼルスの球団としてはあのノーラン・ライアン、そしてギャレット・リチャーズ、その2人に続いて3人目でした。またね、歴史に名を残しましたね。まあそんなことよりね、もうここでただシンプルにいい投球できたっていう、もうねそれだけがね嬉しい。またねデトマーズ知名度上がりましたね。さあどんどんね世の中にその名を轟かせていきましょう、デトマーズ。で勝ち越しの2回ですね、スタッシーとマッシュどちらも当たりは良くないんですけれども、連打でノーアウト1・3塁。特にマーシュのこのねゴロはね、正直ショートセミエンのエラーとも言えますね。追いついてましたし、グラブ当たってましたもんね。でトーマスフォアボールでつないで、ゴセリンね、できればここで1点取れればいいんですけどね、まあいい当たりだったけどしょうがない。ベラスケス犠牲フライ、まあ最低限の1点、まあ下位打線って考えたらね、1点でまあよくやったとしておきますか。で3回ですね、このセミエンのあたりね、すんごくいい当たりだったんですけれども、ほぼレンヒーホンの正面だったんでね、できれば取ってほしかった。ただここはデトマーズセミエンの逆をついて牽制でおびき出してアウト。初回盗塁食らってますからね、もう同じ鉄は踏まねえぞと、気持ちいい牽制アウトでしたね。その裏やはりね大谷選手も最大限の警戒でね、先頭で歩くんですけれども、後が続かず大谷選手の盗塁の失敗もありました。4回のチャンス、マーシュ今度はね文句なしのヒットで、トーマスもねエンゼルス初のヒット打ちました、おめでとう。でゴセリンですね、ここワンボールからねセーフティースクイズで仕掛けるんですけれどもファール。今思うとね、ああいうところでね1点取って2アウト2塁を作る、それができなかったのはね非常に残念ですね。まあバント失敗するにしても、空振り三振じゃなくてね、もうとにかく当てる、ボテボテのゴロだったらね1点入りますし、仮にいい当たりでもね、ゴセリン足早いですから、ゲッツー崩れで1点もありますからね、ここはなんとかしてほしかった。ゴセリンバントでもヒッティングでも、とにかくこういうとこで1点取るプレーができないと、もうねなかなかメジャーで生き残っていくのはきついのかなと、そういう印象ですね。で5回ミスから同点と、このカルバーソンのねレフト線へのツーベースだったんですけれども、クッションボールマーシュがミスってスリーベース三塁へ、これは許せません。なぜかもうつい最近ね見たプレーだからです。何のためにアデルがあそこでミスをしたのか、そのミスをなんで周りが活かせないのか、これマーシュだけじゃなくてね、もう全員そうです。もうあらゆる良くないプレーはね全部自分への戒めと捉えよ。だからこのミスは本当にね良くない、プレーも良くないしね、精神的に良くない。なんでなんでしょうねこれ。クッションボール、もう二塁打も絶対に確定してるのに、無理にね追っていってフェンスの近くまで行ってしまって、クッションボールね取れないと。もうずっとレフトやってるのにね、ホームで。まあ勝負は来年だから、むしろ今ミスが出てラッキー。でその裏ね、シエラセーフティーバントをね仕掛けます。これいいところ転がってね、ピッチャーのダニング処理するんですけれども、送球がそれてしまってシエラはセーフかなと思ったんですけれども、守備妨害、シエラがね中入ってたんですね。まあおそらくね狙ってずる賢いプレーをしようとしたと思うんですけれども、まあそれはね評価していいと思います。ただねちゃんと審判見てましたね、バレました。今チャレンジがあるんでね、
むしろこういうプレーは狙わない方がいいのかなとこのプレーを見て思いましたね。で大谷選手ねヒットでまた出塁するんですけれども、またこれとんでもない球打ちましたね。外構えてたのが逆球でまたインロー、もうものすごいインローに来たんですけれども、それを弾き返してヒット。これ打球速度も100マイルでもう完璧な当たりでしたからね。いやもうお見事としか言いようがありません。でレンヒーフォー3ノーから打っていってゲッツー。これ3ノーからね打ちに行くのはね全然いいと思います。調子いいですし、球自体もねストライクゾーンですしね、スピードボールを狙って振りに行ったと思うんですけれども、ただダニングのシンカー予想以上に沈んだんですかね。結果的には最悪となってしまいました。残念。6回も先頭出すんですけれどもね、後が続きません。デトマーズのラストイニング、今日7回まで行きました。先頭フォアボール出しちゃうんですけれどもね、次のデュランをね三振、さらにここでねガルシアがね盗塁をしていて送球するもセーフ。ただここでねバッターが送球の妨げになったと守備妨害を宣告されてランナーもアウト。これはちょっとラッキーで、最後カルフーン三振。これで今日デトマーズ12個目の三振、素晴らしい。キャリアハイが8個ですからね、4つも更新しました。なんということでしょう、こんなに短期間でピッチャーって変わるんですね。あれだけ良くない成績だったのが1回マイナーに落としてスライダー調整したらこれですよ。もうマイナーのコーチ全員呼び戻せ、メジャーに上げてくれ、そうも思いたくなります。とにかくデトマーズ本当に今日ね、ある意味キャリアハイと言ってもいいんじゃないでしょうか。もう内容最高でした。これがね僕のね待ち望んでいたデトマーズの姿。来季に向けてね今季これからの調整登板期待ができます。でその裏ツーアウトから代打ウォードのヒットで、ツーアウト一塁から大谷選手、この配球でフォアボール、ほぼ敬遠ですね。この警戒の仕様は本当にすごいですね。同点でツーアウト一塁、ピッチャー左腕のバークですからね、それで大谷選手に対して敬遠、ツーアウト一二塁にして軌道を打たれてるレンヒーフォの方がまだいいと、どんだけ警戒してるんだいって感じですけどね。ちょっと驚きましたね。で9回3点ですね。キハーダーね、先頭不運なヒットがありましたね。高く跳ねてセカンドの前に転がるヒット、そこから急に制球が定まらずフォアボール、三振でフォアボール。ここキハーダーに任せたらねこのまま行ってほしかったですけどね。ハイムとガルシアのフォアボールも長打を警戒するあまりのフォアボールだと思ったんで、僕はねあんま気にしなかったですね。だからこのまま行くかなと思ったんですけれども、イグレシアスと、まあ打たれる打たれない関係なくイグレシアス出すんだったらね、やはり9回の頭からというふうに考えるのがまあ普通ですよね。まあとにかくイグレシアス痛いところで1本浴びちゃいましたね。あとこの時打ったデュランがねセカンドの塁上で見せたこのパフォーマンス、この何かがこう自分の脇の中にね突き刺さるこのパフォーマンス、これどういう意味があるのか、もし知ってる方いたらぜひ教えてください。もう気になって気になってしょうがないです。お願いします。今日はなかなかつながりませんでしたね。チャンスは作ったんですけどね。大谷選手本当良かったですね。スリーベースにヒット、さらにフォアボール2つでチャンスメイク、スーパーチャンスメイク、まあ、チャンスメイクはねチームにとっても嬉しいんですけど、バット振らせてもらわないのはねやはり得点力が結果的には落ちてますよね。やはり後ろにトラウトがいないときついなっていう感じなんですけど、そのトラウトですが朗報です。長引きそうだっていう報道ありましたけれども、かなりね怪我の状態いいそうなので意外と早く戻れるという報道が新たにされました。慎重に行ってほしいですけどね、まあファンとしてはやっぱりね姿が見たい、大谷選手の後ろ打ってほしい、頑張れトラウト。デトマース7回2失点、自責点は1、もう十分ですよ。内容もいい、ヒット3本のみにフォアボール3、ここはちょっと削っていこうで12奪三振、もう素晴らしい。105球ネット、ハードヒット2、すごっ、ハードヒット2だけですよ。
どこぞのエースですかこれ。また一つ楽しみが増えましたね。まあデトマーズの登板ね、ずっと僕はね楽しみにしてたんですけれども、もう楽しみの度合いがね1ランク2ランク上がりました。でここでちょっとね、僕の今のねエンゼルスの試合のお楽しみポイントをねこうランク付けしてみました。やっぱね一番いい S は大谷選手のねピッチング、そしてバッティングで、これから復帰を目論むトラウトの打席で、 A ランクが今日投げましたデトマーズのピッチング、そしてアデルの打席もねやっぱりすごい楽しみにしてます。で B ランク、まだまだこれからね期待をかけてサンドバル、そしてねトゥーさんともね前回の登板見て昨日ですね、非常にこれ期待が持てるなと思ったんで非常に楽しみです。で復帰したフレッチャーは打席見てるだけで楽しみです。他のバッターが打たないようなね打球打ちますからね。でアデルの守りもねやっぱりここに入りますね。これ別にね笑って楽しみたい、そんなお笑いポイントじゃないですよ。もう期待を込めてどれだけね成長できてるかな、いいプレーしてるかなっていうところの注目ポイントです。あとマイナーに言いますけれども、マッキノンとステファニックの打席はねやっぱりねお楽しみです。まあ細かく言えばね、まあもっともっとたくさんあるんですけれども、ざっとこんな感じです。で今日はテペラも良かったですね。イグレシアスね、まあワンアウト満塁と状況は最悪なんですけれども、クローザーの誇りをかけてここは頑張ってほしかったですね。これイグレシアスが3人返しちゃったんでね、キハーダのね防御率が 1.93 から一気に 3.32 と見栄えが悪くなってしまいました。唯一ブルペン陣でね非常にいいね数字だったのに、ここはちょっと残念ですけどね。まあキハーダ自業自得ってことで、またこれから頑張ってもらいましょう。さあエンゼルス、明日はね試合がお休みで、明後日からアスレティックス戦ですね。でこれがねその先発予定なんですけれども、これいるー、これシンダーガード、モンタス2人ともいるー。これもしかしたらこの振り返り動画過去一番無駄な時間かもしれません。シンダーガード、モンタスいないでしょう。ここで先発予定を示す意味、さあもうこれね今から楽しみでしょうがありません。さあ誰になっているのか、お互い分かりませんけれどもね、まあ皆さんぜひねトレードデッドライン楽しみましょう。最初言ったようにね、僕もライブ配信します、真夜中ですけれどもしますんでね、もしも起きている方いたら一緒に興奮しませんか。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。